俺たちはずっとここでアンサンブルを奏でているぞ。どんな明日だってここで描いていく、夢はいつだって咲く場所で。これはヒーローに憧れていた少年と神様だった少年の出会いのお話。出たお化けって何ですか？知らない言葉なので教えてくれますか？俺の名前は森沢千秋だ。新海君と同じ1年生で流星隊に所属してる。流星隊？うん。たくさんのものを千秋は与えてくれています。だからお礼がしたいです。何でも願ってください。叶えてあげますから。新海君！はーい。なんてな。残念無念また来年。カナタさんじゃなくてマダラさんでした。三毛島さん。千秋さんなら分かってくれるだろ。あの子は人間なんだから。夢の先学院に集う五色の流星、ここにあり。正義、神秘、希望、努力、慈愛、五人揃って我ら流星隊。なあ、やり損っす。こいつは八尾国について偽りの報告書を出していた。生き神である新海彼方に害が及ばぬよう守ろうとしていた。つまり信者だ。もう貴様には何も期待しない。苦しいのは今だけだ。正しい心を持ち続ければきっといつか報われる。でもいい加減俺もそうじゃないって気づいたんだ。新海君はかわいそうだと思うよ。できることなら助けてやりたい。でも俺に何ができる？何を変えられる？俺たちはまだ弱くて未熟だ。だけどヒーローはここにいるぞ。この世にヒーローがいないなら俺がヒーローになる。何度でも言おう、ヒーローはここにいるぞ。夜空の星に捧げた願いのかけら集めて発端する奇跡。満開の幸せを